ホーム鳥取システムは 4-2-3-1、 ゴールキーパーは糸原、フォーバック右から田中、増谷、鈴木、ムン、ダブルボランチに瀬瀬と福井、2列目右から牛の浜、常安、小沢、ワントップに富樫を予想しています。システムは 3-5-2、 ゴールキーパーは児玉、3バック右から柳、二階堂、花房、アンカーに中里、ワイドの右に藤田、左に古賀、シャドウの位置に佐藤と大島、ツートップに茅沼と堂本を予想しています。後ろから抜け出した牛の浜、折り返しゴール前かわすか、笛が鳴りました。 PK です。いきなりゴールチャンス鳥取。さあ笛が鳴りました。おっと中央止めました、児玉が止めてみせた。 PK という大ピンチのシーンでしたが、自らが与えてしまった PK、 児玉が止めました。中央の福井、常安前を向いた、かわした。さあテクニックを見せる常安からのボール、ヘディングシュート決まりました。いきなりやってみせました富樫。先ほど PK ストップされましたが、次は頭で決めた。見事なクロスを上げたのは大学4年生の常安美桜です。富樫雄太は今季6点目。いや素晴らしいプレーです。ここで自ら前を向いて受けようとしましたが、増田にかわします。おっとここはさあチャンス、ドリブラー23番の堂本、堂本、堂本右足、糸原のパンチング、そして糸原がその後ボールを拾いに行こうとしましたところ、ファウルを受けまして古賀と衝突がありました。カットインからこちら堂本の強烈な右足でしたが、糸原のパンチングがありました。古賀がこの位置、そして中里です。アンカーの中里、縦パス入った大島から右サイド、中には茅沼がいます。さあチャンスになる、クロスボール、ファーサイド、堂本ヘディング、おっといいところにいましたがジャストミートはしませんでした。いいところに入っていた堂本ひろとでしたが、ネットを揺らすことはできませんでした。新監督になって2試合目の YSCC 横浜、46番の古賀の話によりますと、まあ、チャンスになった小沢つないでシュートになった。ゴールキーパーとほぼ1対1というシーンを作り出しましたが、ここも児玉のビッグセーブ、吉井の J 初ゴールかというシーン、まあ、あるいは恩返し弾。フルス YS 横浜に対して恩返し弾となるか。ファーサイド触って後ろからダイレクトシュート、ムンインジュ左足、ここも児玉集中しています。かなり距離はありましたが、強烈なダイレクトシュート、枠は捉えていました。舛本監督から今後チームにフィットしそうなのかジャッジしてほしいという話をしたと。その上で舛本監督も吉井のプレーを見て獲得決めたと話しています。折り返しシュートになった、吉井がチャンスを作ります。ヘディングゴールを決めた富樫はゴールの近くにいます。左手上げて福井、ふわっと上げてここからダイレクトシュート決まった。素晴らしいゴール、田中圭太、福井からのコーナーキック、見事なダイレクトシュート。いやーこれはゴラッソですね。田中圭太サイドバックの選手、前々節に移籍後初ゴールを決めたばかりなんですが、福井からのピンポイント柔らかいボール、ここダイレクトボレー、見事なシュート。これはセーブを続けてきた守護神児玉も一歩も動けません。戻して小島からダイレクト、中に入ってきた糸原パンチング、ロリスが拾えるか、つないで中里、そして花房、ふわっと上げたボール、
ヘディングで跳ね返す後ろからダイレクトシュート。糸原のファインセーブがありました。さあコーナーキック、ヘディングシュート、これも防いだ。ピーダーセンの頭、糸原集中しています。2本連続ビッグセーブ。中里、もう一度ロリス、股を抜いた、テクニック見せる、流して坂本、右サイドクロスボール、ゴールキーパーキャッチ。ここで長い笛、ガイナーレ鳥取2連敗していましたが勝ちました。今季ホーム3連勝です。